2対巨人です。こちらの試合は川田さんです。お願いします。はい、お伝えいたします。首位の巨人ですが、今日外国人投手獲得のニュースが入ってきました。ベネズエラ出身のジェレミー・ゴンザレス投手で、大リーグ通算4年間で30勝35敗を挙げているピッチャーだそうです。まあ、来週にも来日をするということなんですが、どんな活躍するんでしょうかね。さあ、阪神の連敗、まだ8連敗中なんですけども、甲子園、今夜は止まったでしょうか。ゲームどうぞ。阪神は不振のシーズに代わって7番にはファースト藤原が入りました。さあ、巨人は金とルーキーながらローテーションを守っています。強気で攻めるルーキーに1番の鳥谷、初球打ちです。阪神はこの後2番の関本がすぐに送りバントを決めて2球でワンアウト2塁とします。打席は昨日から3番に座るリン・ウェイツ。浜風の中、ライトスタンドは待ちました。第3号のツーランホームラン。4試合ぶり先制点を挙げた阪神、2回にも関本のタイムリーで3対0とします。今日はなかなかいい感じのスタートです。17年目の下柳、低めに丁寧につくピッチングも3回連打と送りバントでワンアウト3塁2塁、1番は高橋由伸、下位打線の作ったチャンスにタイムリーヒットで応えました。2人帰り3対2、1点差とした巨人、逆球が目立ち始めた下柳からこの後ヒットとフォアボールで2アウト満塁として新岡。さあ、この場面、ここは新岡、高めの球を金本の前へ運びます。2人が帰ってさらに2点、巨人この回5安打集中で4点を挙げ4対3逆転です。下柳はこの回で交代、今シーズン最短でのマウンド交代ということになりました。今日こそは執念を見せる阪神は5回、先頭はリン・ウェイツ、いい当たり、自身3本目のヒット、ツーベースになります。この後内野ゴロでワンアウト三塁として5番は今岡、金戸は続投です。巨人は内野は前進守備、そして今岡、外を無理しないバッティング、同点タイムリー4対4。追いついた阪神6回です。巨人はこの回から2人目の間です。先頭は代打の勝田木、いい音が響いた甲子園、打球はバックスクリーンを目指しました。3年ぶりのホームラン、葛城、勝ち越し点を阪神にもたらします。5対4です。今夜は早め早めの手を打つ岡田監督、6回から久保田、7回からウィリアムス、そして8回ワンアウトで藤川球児登場、中10日空いている藤川、そして打席はホリンズ、一塁ランナーの木村拓也、その4球目に盗塁を狙って決めます。ワンアウト二塁。バッテリー、ここは当然ストレート中心のピッチング、150キロを超えました。ホリンズ三振、ツーアウトで代打の矢野、大丈夫です。阪神ファンの皆さん、金本取ります。ゼロが入ったスコアボード。さあ、阪神9回連敗ストップまであとアウト3つです。1番は高橋由伸、しかし金本の前、ノーアウトのランナー。原監督、ダイソーは鈴木です。指示を受けた鈴木、2番は谷、バントの構えもまずは盗塁を狙って、これも成功、ノーアウト2塁。そして2球で今度はワイドピッチ、鈴木3塁へ、ノーアウト3塁。打席はまだ谷です。フルカウント、いい当たり、金本の頭の上を越えていきます。ツーベース。9回に巨人追いつきます。5対5です。このアウト、小笠原、イースンヨプ、2人を2者連続三振、ツーアウトまで来て藤川球児、5番の新岡、そしてここでまずは冒頭です。谷は3塁まで来ました。ツーアウト3塁、新岡、いいところで落ちてくれたと振り返ったあたりは、自身今夜2本目のタイムリーヒット。9回巨人、勝ち越し6対5。藤川を出して阪神は勝ち越されました。そして9回巨人は、用意をしていた上原が登板。先頭はリン・ウェイツ。3番に入って今日ホームランも打っています。自身4本目のヒット。望みをつなぐヒットになるでしょうか、阪神。4番は金本。今夜はまだヒットがありません。初球を打っていきますが、二塁はアウト。
金本が一塁残る展開です。その金本、代打檜山は倒れますが、金本は冒頭で2アウトながら2塁に進んで一打同点のチャンス、矢野フルカウントから三振、上原投げ勝ちました。阪神今日も連敗は止まりません。巨人の勝ち投手は山口、4人目として8回を1イニング投げてプロ初勝利。山口投手は育成選手としてプロ初勝利のプロのキャリアをスタートさせ今夜初勝利です。それから巨人の小笠原は今日もヒットを打ちまして21試合連続ヒットです。はい、阪神9連敗ですか、はい、あしかし、ね、あの川田さんが冒頭にね、阪神はまだ8連敗する、ね、まだは余分だと思うんだけど、しかしこれ、デーブさん、はい、今日の藤川、いいピッチングしてたけども、してましたけど、でも、まあ、やっぱり鈴木の盗塁の後のちょっと前にしただけでもこう三塁行けちゃうとか、うん、その井原さんの教えがしっかりみんなに浸透してるんですよね、うん、だからこうプレッシャーが今までより当然三塁に行かれる方が嫌ですもんね、そういうところが効いてるんだと思うんですね、これ新岡の一打も大きいよね、ただね、この藤川ね、4月26日からもう12日間登板なし、調整登板も一回もしてないんですよ。そうですね。だその辺の影響っていうのは僕あったよね。十分あったでしょ。だから球は低めにいかないですもんね。はい、それと関根さん、はい、まあ、最後にジャイアンツが逆転してですね、上原が出てきましたけどね。最後三振に切って矢野を三振にしてたんですけどね。この辺の上原がどうですか。終盤にこれ。気合入った登板に、なりましたけども、上原が後ろ行くと安心なんですけど、だけどこのまま初戦は僕は頭に回ってくると思うな。頭に回すんじゃないかな、このまま後ろだけじゃもったいないもん。いやだけどこういう勝ちパターンを少し味しめると、うん、そうなんだよね、やりたくなるよね。だけどもう 5,6 年後でもいいと思うんだけどな。 5,6 年後で、はい、6年後ですか。上原今いくつですか。上原選手は何歳でしょうか。後で調べておきます。はい、はい、さあ続いての試合参りましょう。続いては